こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アイランドアフェア、これは好スタート。サラトガハイツ、この馬も好スタートを切りました。ピッコロ前に行きそうです。スリーカナット、それに続いています。さらにはサラトガハイツ、12番リッチバレー、その後ろ。先頭に戻りましょう。ピッコロ先手を取りました。大きく離れました。アイランドアフェア、サラトガハイツ、それに続いています。スリーカナット、そのうちに続いています。並んで5番ヒーバーゴルフローズ、フラワーパーク、いい位置です。そして大きく離れてアナバー、この位置です。グッドジャック、それに続いています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ピッコロ先頭、後続とは3馬身以上。これは決まりか。2番手はフラワーパーク、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。一気にフラワーパーク、フラワーパーク、フラワーパーク。1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。フラワーパーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ウィンドスルー、これはいいスタートを切りました。ウィナーズジュノー、この馬も好スタートを切りました。ダブルトリガー、前に行きそうです。チェリーパーティー、それに続いています。さらにはウィナーズジュノー、15番ザクリスタル、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはウィナーズジュノー、その外にラケットエクスプレス、チェリーパーティー、すぐ後ろ。その隣にダブルトリガー、その外からザクリスタル、オレンジの帽子ハローロンド、その後ろ。緑の帽子ナリタブライアン、いい位置につけました。その後ろからはクリムゾンブレイブ、オレンジの帽子メイプルブレイブ、その後ろ。すぐ後ろにグランパズスマイル、並んで6番フリートスポット。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。チェリーパーティー先手を取りました。その後ろからはウィナーズジュノー、並んで16番ウィンドスルー、ザクリスタル、すぐ後ろ。その隣にダブルトリガー、その横にハローロンド、すぐ後ろにラケットエクスプレス、緑の帽子ナリタブライアン、いい位置につけました。メイプルブレイブ、それに続きます。黒の帽子クリムゾンブレイブ、その後ろ。すぐ後ろにグランパズスマイル、並んで6番フリートスポット、ケンタッキークイーン、この馬もこのグループ。すぐ隣にアフタースカーレット、内からはゴールデンバック、しんがりからシェイクブラッド。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から。先手を取ったのはチェリーパーティー、並んで16番ウィンドスルー、すぐ後ろにウィナーズジュノー、その隣にザクリスタル、その横にラケットエクスプレス、ダブルトリガー、すぐ後ろナリタブライアン、いい位置です。フリートスポット、すぐ後ろオレンジの帽子ハローロンド、その後ろ。すぐ隣にケンタッキークイーン、すぐ後ろにグランパズスマイル、黒の帽子クリムゾンブレイブ、その後ろ。すぐ後ろにシェイクブラッド、先頭は依然としてチェリーパーティー、ウィンドスルー、ほとんど差がありません。ウィナーズジュノー、3番手ナリタブライアン、いい位置。果たして先頭を捉えるか。チェリーパーティー先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はザクリスタル、懸命に追いすがります。チェリーパーティー先頭、あと 200m、 チェリーパーティー先頭だ。残り 100m、 ナリタブライアン抜けた。2番手はチェリーパーティー、ナリタブライアン1着、ナリタブライアン完勝。ナリタブライアン1着、2着はチェリーパーティー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ナリタブライアン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
東京競馬場本日の第4レースの発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。ジャスミンポピー前に行きそうです。バブルガムフェロー、これに続きます。その隣にポーショロバリー、優勢デジタル、すぐ後ろ最後方にサクラチャイナ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。5番バブルガムフェロー、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身。少し離れてポーショロバリー続いています。並んで2番ジャスミンポピー、ヤマニンジャーニー、この馬もこのグループ。すぐ後ろに優勢デジタル、しんがりからサクラチャイナ、前の方からもう一度。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。一番人気のバブルガムフェロー現在先頭を進んでいます。大ケーキを通過していきます。前はバブルガムフェロー、2番手はポーショロバリー、ジャスミンポピー、3番手。さあバブルガムフェロー、このまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。バブルガムフェロー先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はヤマニンジャーニー、懸命に追いすがります。やはりバブルガムフェロー先頭だ。バブルガムフェロー頑張る。バブルガムフェロー先頭、2馬身から3馬身のリード。あと 200m、 バブルガムフェロー先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。バブルガムフェロー独走。バブルガムフェローぶっちぎりです。バブルガムフェロー1着、2着はサクラチャイナ。これは桁外れの強さだ。バブルガムフェロー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は石のサンデー、石のサンデー先頭。2番手はサーガシヌナル、懸命に追いすがります。ソリッドフェアリーいっぱいになった。あと 200m、 石のサンデー先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。一気にソリッドフェアリー、石のサンデー、石のサンデー1着、2着にはどうやらソリッドフェアリー。見事に勝ちました。石のサンデー、ソリッドフェアリー、わずかの差で勝利を逃しました。さあいよいよ直線の攻防。先頭変わってノーブルキャンディー、ノーブルキャンディー先頭。2番手はノーブルキャンディー、
残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。ファビュラスラフイン差を広げる。2番手はアジュディケーター。ファビュラスラフイン1着。ファビュラスラフイン完勝。ファビュラスラフイン1着。2着はアジュディケーター。1番人気に応えました。ファビュラスラフイン見事です。さあ直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭に立ったハイキシャーロック。残り 200m、 先頭はエシンディ。残り 100m、 カワチシュール抜けた。エシンディ食らいつく。カワチシュール、カワチシュール、1着。2着にはどうやらエシンディ見事に勝ちました。カワチシュール北芝スペイン完敗です。着外に沈みました。